まああの <laughs>、まあ、日本の朝日新聞があ,あるから NHK と朝日新聞があるからかもしれませんそれでももともと日本人の性質かもしれませんが例えばアウン・サン・スー・チーさんですねこの人の、まあ、地球規模って言ったら変なんですけど世界規模の評価というのは非常に低いんですけどまああのアウン・サン・スー・チーさんのお父さんはね建国の父として、まあ、大変立派な働きをしたんですが アンサン・スー・チーさん自身は、まあ、よく言われることですけども、まあ、ずっと小さい頃からイギリスに住み夫もイギリスで、まあ、亡くなったと思うんですけど、えー、まあ言ってみれば普通に考えたらイギリスがビルマ今ミャンマーでてってますけど、ね、ビルマを支配するための、まあ、スパイというか工作者ですよねですから、えー、まともな国民とはちょっと思えないんで、まあ、あのミャンマーの人たちもそういうふうに思ってる人多いし まあ軍政なんかもそうなんですが、まあ、日本はですねなんかミャンマーの軍政が悪でアウン・サン・スー・チーがそれにあの戦ってる、まあ、人,人って女性っていう感じの報道がずっとされましたからね、まあ、朝日新聞と NHK の本当にこう罪ってのは深いなと思うんですけど今アウン・サン・スー・チーさんが一番重きを置いてるのは中国共産党を支持するってことですからねこの人権を無視して。 チベットとかウイグルを占領している中国共産党が、まあ、彼女が一番支持してるんですからもうどうにもなんないんですよね、まあ、しかしこれはまあちょっとしたことなんですが実はあの最近ジェンダーっていうのが何て言うかなハイカラな女性ハイカラブル女性の間で流行ってて、まあ、だいぶ前からですけどもそれで随分日本の女性は損しましたね。もともと欧米はですねあのアメリカヨーロッパは女性の地位が低いんですよ。 ああまりに低いののででレディーファーストって,のがあってですね、まあ、僕なんかの電車の中で重い荷物を持ってる女性がいると「あちょっとあげましょうか」なんつってゆったりついしちゃうんですけどもそういう癖がつくぐらい、えー、女性にごまするんですよ。どっちかってい低いんですよ。まあちょっと前今から50年ぐらい前日本の男性は全部女性に働いたお金を全部渡したんですよね奥さんに。ところが欧米ではですねその生活費を奥さんに渡すという。 奴隷的な扱いだったんですね。<laughs> 日本はあの2人で一緒に家庭を作るっていう一緒の財布っていう考え方ですが欧米はですねあのまあ聖書の影響もあってアダムのあばらモネから女性ができたんですからお前らはまあ奴隷だってな感じなんですね。<laughs> それをそのフランスかぶれとかそういう人たちが持ち込んだんですよ。ほいで日本の女性の地位が高かったのに 例えば戦前家父長制というのがあってこれは男が家父長だったんですけどこれはどういうことかっていうと男性しか絶対に徴兵しない女性は死ななくていい大切にするだからその代わりに男に家父長制っていうあの権利を与えたんですけどもそんなこと全然 <laughs> 触れないわけですよね。まあ、いずれにしても日本にジェンダーを持ち込んだことによってものすごく女性は大変になっちゃったんですよ。 もう本当に今かわいそうですよね僕見てて本当に女性かわいそうだと思うんですよ。女性バイタリティがあるし粘り強いしあんまり文句言わないんで我慢してるんですけどまあ子供をもを結婚はうまくいかないうまくいかないシステムを作っちゃいましたからね結婚はうまくいかないし結婚して子供を産んで、えー、生活費だけもらってっていうもうひどい状態なんですよね。だからこれはもう 本当に日本にジェンダーっていうのを持ち込んだってことがですね。もう持ち込んだあの女性の指導者も深く反省してほしいと私なんか思うんですね。アウンサンスーチーさんと同じですね。ものすごく大きなアウンサンスーチーって言うと、名前がちょっとハイカラだとジェンダーって言うとですね。男女関係なんていうよりか全然いいということで、そういう間違ったことが行われるんですね。まあ、それと同じことがヨーグルトですよ。あの、私ね。もう本当にもうテレビなんか出てて。もう こう喉まで出るんですねな何ですかそれはって言いたくなっんですよだってですね栄養学の人ってねすぐヨーロッパアメリカの文献を参考にするんですよアメリカではヨーロッパではフランスではイギリスではとこう言うんですよだってね栄養学とか健康学こそが民族によって大きく違うんですよ食生活も全然違うんですね例えばお酒典型的なお酒出しましょうか お酒っていうのはですね、え日本人は世界で一番弱いんです。えっ、ー、と生まれつきのちゃんとした、えー、分解酵素を持ってるのは持ってない人四割、四十パーセントって言われてるんですよ。ところがヨーグルトをよく食べる地域はですねゼロパーセントなんですよ。<laughs> アルコールにアルコール分解酵素全員を持ってるんですね。つまり昔からアルコールアルコールをよく飲むしアルコールをよく飲む人はもしかしたらヨーグルトがいいかもしれないんですよ。 腸内細菌とかなんか言いますけどね日本は昔からヨーグルトなんか絶対飲まないんですよだけどもちゃんとした非常に体力も強いんですね日本人ってのは昔非常に体力強いんですよそれは玄米だとか味噌だとかっていろいろその日本の栄養学としては研究されてますけれども私はですねやっぱりどの栄養でも辻つ褄つのあった栄養を取ってればいいんじゃないかと思ってるんですね例えば お米と魚っていうのは絶対に世界的にリンクしてるんですねそれから肉と麦っていうのもリンクしてるんですよそれでこの前あるテレビでですね私がもともと大陸の国は魚を嫌うって言ったんですよそしたらね中国の人が文句言ってたそれはね中国ではあってそれはそうなんだとだけど私の言ったのは中国の奥地でもそうだしじゃ海岸線は違いますよ海岸線はオーストラリアでもそうだし 内陸の国っていうのは、魚に対して特別な感情を持っていることが多いんですよ。よくあのタコなんか言われますよね。タコとかイカ絶対食べないとそういうばかりじゃないんですね。まあ、もちろん、あのギリシャみたいな海洋国家ですと、タコでもリングにして、えー、フライみたいにして食べる。日本と一緒なんですね。で、まあそういう風にこう食生活すんのは色々なんですよ。だからヨーグルトがね。日本人に効くかどうかって。それもヨーグルト飲むと頭が良くなるとか。なんかそんなこと言ったりするんでね。 こ,れでこのアウンサン・スー・チーさんがこの僕はねアウンサン・スー・チーとジェンダーとヨーグルトって非常に近いと思ってるんですよね。アウンサン・スー・チーはもちろん女性の指導者でありジェンダーは男女関係でありヨーグルトは栄養なんですけどもこの底に流れるのは全部ね白人コンプレックスなんですよ。アウンサン・スー・チーがねやっぱ名を成したのはやっぱり。 ノーベル平和賞なんですけどもノーベル平和賞っていうのはですねスウェーデンじゃなくてノルウェーなんですね本当にひどいんですよでまあ本当に政治的なこのあれでノーベル平和賞を出すわけですけど日本人ですとねノーベル平和賞取ったっていうだけでも本当に偉くなっちゃうんですよ。ジェンダーなんてもっとすごくてですねヨーロッパの方が女性の地位が低いにもかかわらずジェンダーというとみんなははーっとひれ伏しちゃうんですよ。 ヨーグルトもそうなんですよ、ね、大体ね人間の体っていうのは1万年ぐらいかかるんですよ変,え変わるのに。1万年前の日本つったらですね弥生時代とか縄文時代とかそういうんですからねですからまあお米を中心として食べ、まあ、お米もやっとやっとっていうような感じなんですがほとんど動物は食べずに、まあ、植物でやってたんですね。 まああの江戸時代ぐらいになってもやっぱり基本的には大豆ですよね海藻ですね海藻っていうのはタンパク質随分アミノ酸随分あるんですねだから海藻とか大豆のアミノ酸を食べてたわけですよですからもう全然形が違うんですねそれで遺伝子も何も腸内の活動も全部できてるんですよ今突然ヨーグルトを食べたからっつってねもともとそんなヨーグルトの乳酸菌なんかない そういういのを使わない日本人の腸でそれをねそのヨーロッパの栄養学の方を持ってきちゃうんですよ論文をですねもう本当僕ね口もう喉とかえそれ本当に日本人でそれで大丈夫なんですかってだって米ぬかから取った薬で肺トってありますよね精神安定剤ですよ。よくあの精神が不安定になった時にねあのこう不定収穫っていうかなんとなく気分があり気が塞ぐ 不安感があるそういいった弱い精神障害ですねこういったのはハイゼットって薬が効くんですけどもガンマオクシタゾリンですねだけどこれはあの米ぬかからら取っててて薬として認められてるのは日本だけなんですよだからそれはね海洋国家であり雨がよく降り魚を食べ動物はほとんど食べずまあ動物食べてもいいんですけどね少しずつ動物増やした方がいいんですけど食べそして、えー、大豆を取り っていう中で植物のサラダななんか絶対食べない <laughs> あの植物の葉っぱは全部あの煮て絞って食べるっていうそれから漬物にして絞って食べるっていう風につゆは飲まないつゆ、えー、を飲む煮物にするのは大根根とか人参ののものですねそういうふうに体全体ができてるそれなのにアウンサン数値が出てきてジェンダーが出てきてヨーグルト出てくるんだからもうね少しは考えてくださいよって言いたくなってしまうんですね。まあ え私は極端なことは嫌いで牛乳も非常に害があるんですけども全廃するよりかはねやっぱり時々牛乳やチーズやヨーグルトもいいとしかしそれは時々だとやっぱ80%が日本のもの20%が外のものっていうことで少しずつ少しずつ日本人の体を変えていくとよりいい体にしていくということは必要だと思いますね外国のものを食べたからいい体になるんじゃないですよ。 だけどいろんなものを食べることによってもっといい体になりますからそれを少しずつやっていくということで、まあ、特に小さいお子さんを持たれるお母さんなんかも注意された方がいいんじゃないかと思っております。